お鹿半島より望む金華山金華山445メートルから北側沿岸と潮流5月16日金華山登山道5月16日手前から味島、お鹿半島金華山金華山は宮城県西の市の太平洋上に浮かぶ島である人口は5人これは全員が公日の神社の神職であり他に 一般の居住者はいない。対岸の鹿半島との間に、内海、金華山瀬戸がある。離島であるためフェリーのみ、シードリーム金火山喫線など、金華山灯台は、天灯から140年以上経過している、宮城県内で最も古い洋式灯台。金華山は、島全体が黄金山の神社の新域となっており、地場の信仰の対象として有名。恐れ山。 では散々と並ぶ、欧州三霊場に数えられている。三年続けてお参りすれば一生お金に困ることはないという言い伝えがあり、参拝客を集めている。また、神の使いとして保護されている多数の鹿が生息しており、毎年10月第1、第2日曜には鹿の角切りの神事が行われる。 三州殿は来島社唯一の宿泊施設となっている。初見大祭は黄金山の神社で行われる雄大な行事で、別在店の紳士が蛇であることにちなむ際に、毎年5月に開催され期間中の日曜日には、みこしとが行われる。金華山は、島全体が黄金山の神社の新域となっており、 地場の信仰の対象として有名である。恐れ山、では散山と並ぶ、欧州三霊上に数えられている。三年続けてお参りすれば一生お金に困ることはないという言い伝えがあり、参拝客を集めている。また、神の使いとして保護されている、多数の鹿が生息している。毎年10月第一第二日曜には、鹿の角切りの神事が行われる。 金華山の南東には、アワビ・アラサキと呼ばれる岬がある。岬には、海上保安庁の金華山ヘリポートがあり、南西には、金華山灯台が置かれている。島全域が山であり、最高点は445メートル。山頂には二等三角点が設置されている。平地は、ほとんどない。神社付近を除く、大部分が、国有地である。 古くから信仰の島であり、1979年には南三陸近火山国定公園として指定がされ、2015年には三陸復興国立公園へ編入されたため、鉄数の自然が多く残されている。植生はブナモミ松などが多い。固有種である金火芝が自生する。1980年代頃から松食い虫の被害が目立ち始め、島の南部では、 壊滅的な状態となっている。抜本的な対策が求められているが、鹿や猿の保護のため薬剤散布が難しいというジレンマを抱えている。また、増えすぎた鹿の食害によって、若い木が育たず、世代交代ができず巨木は多いが、その巨木でさえ枯れたり倒木しているものも見受けられる。一部では草原化しつつあり。 森林崩壊の危機が指摘されている。森林を回復させる目的で、後継樹育成のための暴力作設置や、松食い虫に対する抵抗性を持った松の植樹が行われている。この地域には、日本ヒキガエルが生息していないため、ここに生息する山カガシはヒキガエルを捕食して得られる。経線毒を持たない。 2011年の東日本大震災による巨大地震と大津波では、金華山桟橋の港湾施設が甚大な被害を受け、黄金山の上社に至る山道や島南西部の道路が一部崩落した。女川桟橋発の女川大金火山航路と、鮎川港発の相川金華山航路で渡航する。以下の三社が運航する定期観光船のほか、不定期観光クルーザー、 会場タクシー等での渡航も可能である。金華山桟橋では国内の帰船乗り場で唯一の宝くじ窓口販売がある。女川桟橋までは JR 石巻線、女川駅より徒歩5分、もしくは石巻駅前から渡野葉駅前、京王女川、佐治の浜方面行き宮をバスで女川海岸下車。 女川大金火山航路所要時間35分。一方、鮎川港までは、石巻駅前から渡野波経由で都バスによる、相川行き路線バスが運行しており、所要時間1時間15分。相川金華山航路所要時間25分。金華山1、金華山、2、安島、3、田代島島の東側に広がる、三陸海岸南部沖は、魚類が豊富で、 金貨サバのように地名を冠して、ブランド化している例もある。この一体の魚場を表す場合に、金貨山沖キロメートルと表現される。海洋水産資源開発促進法施行例における、仙台湾、金貨山沖海域は、以下の点を順次に結んだ線により囲まれた海域。すなわち、宮城県元吉郡南三陸町、牛島から、 福島県双葉郡浪江町、受戸川河口までの沿岸海域。ありがとうございます。